川島さんは先ほど担当した行進曲権力と栄光を作曲したマーチ王スーサの日本における有数の研究者の一人でもありました。そして川島さんが発起人の一人となり、1993年11月6日スーサ139歳の誕生日に発足した日本スーザ協会で、会員が各自一曲個人曲として取り決める名刺代わりのスーサマーチで川島さんが選ばれたのは、有名な行進曲センパーフィデリス忠誠でした。1888年スーサがアメリカ海兵隊バンド学長時代の34歳の時に作曲したアメリカ海兵隊のモットーを表題にしたこの公式行進曲をお届けしたいと思います。日本スーザ協会で川島健二さんの個人曲だった行進曲忠誠です。日本スーザ協会が設立された1993年、陸渡会第27回定期演奏会では、自身の指揮で演奏された日本スーザ協会での川島さんの個人行進曲、忠誠をお送りいたしました。